リンネルチャンネル。大事な仕事は午前中の2時間に集中してやることにしました。やっぱり子供が生まれて時間をより有効的に使わないといけない。また夜の、仕事する時間がなくなったので、効率を考えて午前中に集中してやることにしました。朝の時間帯は一番こう冴えてる時間帯なので仕事が非常にはかどります。でその後気持ちに余裕が出てくるので、その後の、午後の仕事も気持ちよく進めることができるので、これは本当におすすめです。いつも部屋のあちこちにグリーンを飾っています。グリーンをあちこちに飾るようになったのは、やっぱり季節のグリーンがたっぷりお部屋にあると、空間が軽やかに生き生きとします。花瓶はお花のサイズに合わせて選んでるんですけど、ガラスの瓶だったりアンティークのガラスの容器だったり、あと祖母から受け継いだ花瓶だったり、その時のお花のサイズと、雰囲気で選んでいます。ロシア料理は素材を生かした優しい味です。おばあちゃんに教わりました。その時教わったレシピをメモして持って帰ってます。ボルシチは作ったその日よりも次の日の方が美味しいので、週末作り置きしてそれを平日にいただくことが多いです。私はちっちゃい時から食べているので、食べるとやっぱり落ち着きますね。娘も大きくなったらおばあちゃんのレシピを伝えて一緒に作れるようにできたらいいなと思ってます。娘と一緒に片付けられるように片付けやすい収納グッズを使っています。最近よく使うのカゴです。カゴだとざっくり片付けられるので時間ない時もおすすめです。あと収納ボックスもよく使います。蓋付きだとホコリもたまらないので便利です。ハンドバスは在宅ワークの日にちょっとリフレッシュしたい時にしています。時間ない時もできるので10分ぐらいの短い時間だけでもすごくリラックスができます。いつもアロマティックオーガニクスのエッセンシャルオイルを使っていて、本当に香りが素晴らしいので心
このエッセンシャルオイルをその気分とか季節に合わせて使い分けています。よく最近工作だったり、あと娘がお絵かきに今ハマっているので、大きな紙に大胆にお絵かきすることが最近多いですね。あとはよく休みの日に一緒にプールに行って一緒にこう泳いだり遊んだりしています。やっぱり水の中で過ごすとすごくリラックスができるので、プールに一緒に行った日は誰ともすごくぐっすり眠れます。毎日のファッションはヴィンテージのアイテムをプラスするようにしていて、あと色物だったり柄物が大好きなので、そういったアイテムを取り入れるようにしています。日々、お出かけするときはその時の気分でコーディネートを決めるようにしていて、あんまり前日に決めたりとかはあまりしないです。最近レースにハマっていて、今日のコーディネートは70年代のレースブラウスに、私がディレクションしているモイストアのオリジナルのワンピースを合わせました。その日のコーディネートで気分変わるので、毎日結構違うコーディネートをするように意識しています。